キードを背後に見えるのは、海上工業地区キードは、朝鮮民主主義人民共和国会場特別市平和里にある、阪門店や虎展望台など、大韓民国側から見ることのできる宣伝村である。軍事境界線を中心に設定された幅 4km の無人地帯 DMZ 内に残された、ただ2つの村のうちの1つ。キードは、北では、 平和村と呼ばれるが、南では、宣伝村と呼ばれる。朝鮮戦争が勃発した1951年10月、停戦会談が、阪門店で開かれ、阪門店の近くに位置していた、大城道と、キ伊ドは、軍事境界線上で数少ない、非武装中立地帯内でありながら、民間人の居住も可能な地域となった。現在、北朝鮮側は、 キードは200世帯ほどが住む模範的な集団農場の村で保育所、学校、病院を完備しているとしている。村には明るい色で塗られた数階建てのコンクリート製アパートが立ち並んでおり夜には電気もつく。ただし韓国側はキードは1950年代に南に対するプロパガンダのために作られたと主張している。 韓国側から望遠鏡で軌道を見ると、建物は窓も内装もないが乱道であり、電気は夜に一斉について一斉に消えるとされる。南側の大浄堂と北側の軌道は、1980年代に国旗形容灯競争を繰り広げたことがある。最初に大浄堂が98.4メートルの高さの国旗形容灯を建てて、重さ130キログラムという巨大な国旗を、 形容した北朝鮮はすぐさま反応し、黄ドに当時世界一の高さ160メートルの塔を建て、重さ270キログラムの国旗を掲げた。この塔は、今も黄ドの象徴であり、タジキスタンのドゥシャンベにある高さ165メートルの国旗形容塔、アゼルバイジャンのバクにある高さ162メートルの国旗形容塔に次ぐ。 世界第3位の国旗形容等となっている。また、キー移には大きなスピーカーがあり、南に対する宣伝放送を絶えず行っていた場所でもあった。かつては、北の素晴らしさを称え、南の兵士や農民に境界線を越えて亡命してくるよう促す内容だったが、やがて西側諸国への避難や北の宣伝歌曲を放送するようになり、 2004年に止まるまで1日に20時間も大音量での放送を継続していた。コザリン、リンダ・ディー、公演、エコノミック・フェイラー・プレイグス・ノース・コリア。 ディフェンスリンク、アメリカンフォースエスプレスサービス、http://www.defenselink.mil コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュ newswarticle.aspx id イコール49722009年7月5日、閲覧。キーンドン、ノースコリア。 エスプロパガンダビレッジノーベンバー十二 2006HTTP コロンスラッシュスラッシュ www.panmunjomtour.com スラッシュイングリッシュスラッシュ JSA スラッシュ JSA16HTM ハットコリアンディミリテライズド。 z o n e g l o b a l s e c u r i t y o r g h t t p w w w g l o b a l s e c u r i t y o r g m i l i t a r y f a c i l i t y d m z h t m h a t t o u r d m z c o m 2 0 0 6年10月9日閲覧 タングニュース、2008年1月28日。<タッ><タッ> http:/www.tongilnews.com コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュ a r t i c l e v e w h t m l i d u g j u no-equal 76,485a サイツィングガイド2コリアバイパンフンジュファンボングハイク フォーリン・ランゲージズ・パブリッシング・ハウス、ピニヤング、DPRK、1991ABC、ポッツ、ロルフ、コリア、エス・ノーマンズ、ラント、サロン、フェブラリーさ3、1999、サイル・ピー・さんプレイジット。スーザン・デー、トリップ・ツー・ザ・ DMZ、エールック・インサイド・ザ・コリアン・ディ・ミリテライズド・ゾーン。インコム、コリア・レギオン・パブリック・アフェアーズ・オフィス。 usarmy,http://imcom.korea.army.mil/.imakoroweb/.sites/.local/.news/.020808incomuk.dmz.asp. リトリーブド3 0ヤン n 2 0 0 9 a b キージャンドンノースコリアデイリープロパガンダ d a i l i p r o p a g a n d a com 2012年2月21日閲覧ありがとうございます。